一芸ラジオ、りょうです。山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですねこれラジオはずっとなんか続いてたんでね、うん、多分聞いてる限りはそんな感じしないと思うんですけど、うん、いつぶりですか。1月1月だからもう約1年ぐらい、うん、会ってなかったですね。もうあと1年経っちゃうぐらい会ってないね。そうですね。だから多分何かあったと思ってると思うよ、リスナーは俺ら二人の関係で。そうですね、やたら別で撮ってるなっていう。そうそうそう、だからスマップですよスマップ状態なんじゃないかっていう。そうですね、うん、なんか家庭内別居みたいな。そう全然会ってもいなかったですけど、ね、会ってもいなかったのに、うん、いや、まあ、やっぱ会わないってことはそれだけね、憶測がね飛び交うんだね。そうですね、飛び交うぐらい人気があればいいですけどね。まあね別に特に何もなく、ただ会ってなかったですね。会えなかったね。そうですね。ただまあお互いそのそれぞれ自分の近くにちょっと通って、そう。あつらけはしてましたけどね。そう。一芸。でそもそもその1月に会った時に、うん、何本多分10本近く。取りだめて、そう、それで3月ぐらいまでは持ったんですよね。持ってね、たくさんと上層市の豪雨のね、うん、そうそうそう話をして、あと伊藤さんと伊藤さん、うん、と話をして、あそこではかなり盛り上がったね。そうですね、アクセス数が、うんうんうん、いやどちらもなんていうかいろいろ人気のある方々ですからね、うん、話もやっぱり濃かったですし、伊藤くん、伊藤慎太郎さんじゃないほど伊藤くんの方は、はい、だあのあと芝居で定劇でね、うん、本当やってフェイスブックとか見る限りでも、ね、神田さんとか小池さんとかとすごい写真にアップして、すごいっす仲良さげに仲良さげだったね羨ましい。 あいつはね本当にね、臆さないんでね、うんうん、誰と会っても、うん、その自分の姿勢崩さないから結構ああいう風に、そうですね、うん、でみんななんかこうグイッと友達にさせられる感じの、そう、まあ、いい意味でですね、うん、なんか芝居行っても知り合いがいっぱいいるとか、うんうん、向こうも向こうで、うん、伊藤さん来てくれたって、うん、行きやすいですしね。そう、ああいう雰囲気だと浮いてたもんね、秋葉原で会った時に。ちょっとそうですねちょっと秋葉にいる空気じゃないですか、ね、秋葉にいる空気じゃない確かに定劇っていうか、まあいて新宿、うん、まあその定劇って、うん、まあ、有楽町、うん、ああいうとこのちょっとハイソな感じの、そういわゆるイケメンの人ですもんね、うん、秋葉じゃなかったですね。秋葉じゃないよね。伊藤慎太郎さんはもう思いっきり秋葉下北感な、あーもう馴染むよね、馴染むもうね。でそれぞれあの後もなんか公演やってて、うん、僕はその慎太郎さんの方見に行ったりとかしましたけど、うん、やって行きました。俺そういえばねすっかり忘れてた僕は定劇のやつはもうなんか取れなかった、ね、そう定劇のやつ取れなかった俺も。すごかったですもんね、うん、一気に売れちゃったみたいで。その後ね、夏ぐらいに他の芝居の、うんうんうん、来てよ来てってお誘いあったんですけど、ちょっとねやっぱねお盆の時期かなんかでね、うん、もう忙しすぎてね会わなくてそうですね、うん、でも機会があればね本当にね行きたいなと思ってる、うんうん、伊藤慎太郎さんの方もナイスストーカーの方も。ナイスストーカーは面白いですよ。面白い、うん、もう、あ、まあ、もう衝撃場感がすごいですよね。うん、衝撃場好きな人であれば、うん、あ、ここまでやろうとしてやってるのすげえなっていうチャレンジ精神。いいね、衝撃場だから俺今年見に行ってないもん。あ、そうですか。うん、忙しいですね。いや忙しいんですよなんか演劇じゃないの行きました。なんかエンタメ、だ野球、あ野球ね、はい、うん、野球はでも中日はなんか前回喋ってましたけど、うん、中日はもうあれですからね。今年2回行った中日戦。あ本当ですか、うん、中日はな盛り上がってないですもんね。盛り上がってないよもうえ行った感じも盛り下がってます、その球場の雰囲気というか。神宮球場でだから広島対ヤクルトの時ってだからもう広島のファンが多いんじゃないかぐらいの勢いあるらしいんだけど、はい、ヤクルト対中日は本当に中日がわずか、はい、だからもう東京ドームで肩身狭いのは当たり前なんだけど、はいはい、昔はそこまで肩身狭かったかなっていう思うぐらい肩身が狭かった神宮球場2回今年行って。そうですか、うん、
残念。うん、まあ、来年はなんかね変わればいいですけどね。でもやっぱね屋外球場はね久々に行ったけどね気持ちいい。うん、うん、行きたいな。まあ、雨降ってきた時のそわそわ感ね忘れてたんだけど、うん、どうする、どうする、あのカッパ出すのはやぶさかでもないんだけどしまうのが今度めんどくせえよなみたいな、ちょっと、はい、まだサラサラだからいいかなみたいな、ね。うん、でもライトがさ、はい、天井からあの東京ドームみたいに白で真っ白で、うんうん、照り返しが少ないから、はあはあ、すごくこう落ち着いて野球見れる感じと、うん、はあ、心地よい自然の風、へー、あとは遠くで雷が鳴ってるけどっていうそわそわ感、はいはいはい、うん、ね、だ関東だと神宮と横須賀とあと千葉か、うん、千葉マリンとありますね。仙台行きたいんだよな。おうおう、行っちゃう来年。行きたいですね。うん、仙台、球場名が宮城、何さ、なんか変わったんだよな。変わったんだっけ。いつも曖昧で喋っちゃってる、うん。行きたいですね仙台。仙台。うん、で仙台トークねして。仙台トークいいですね。うん、いや本当にね、あの屋外球場で飲むビールっていうか、うん、そういうのがさキャンプで味わってるような感じだし、うん、で平日に生ビールって球場で飲むと800円ぐらいするんだけど、はい、半額ナイターみたいなのがあって、そうすると400円ぐらいで、あ、安いっすね、うん、あ、いいっすね、うん、下手すれば350円とかもあって、それって、ね、日高屋とかで飲むようなもんだから、うん、そうですね、で野球見ながら見れる、うんうんうん、なんかあの横須賀が去年ぐらいからそのボックスシートみたいな、うん、そのグループで貸し切る席をなんか売り出してるみたいで、うん、そこもすごい人気みたいですよ。もうだ友達同士で行って持ち込みもなんか OK かなんかでお弁当持ってって野球見ながらもう友達同士だけのワイワイとして、家族だったら子供話してもいいし、うん、それはいいね。神宮球場はさもう本当に昔の球場だから、うん、隣の席同士とか前の席同士がもう狭くて、はいはい、真ん中の席にこの間座ったんだよ、はい、それ午後3時か4時ぐらいに席情報見た時には周りガラガラだったから、いずれさんと行った時にもういいよって真ん中の席取ってもうここ全部俺らのエリアみたいにしようよって感じで行ったら、やっぱ当日券買う人たちがドワーっていたみたいで、うんうん、あのもう全部待っててビール買うのもリレー方式はいはいはい、はい、あそこの方までみたいな、そう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 、で隣の人がこう回して回してくれるみたいな、はいはい、あ、じゃあ、 あの売り子のお姉ちゃんとのやり取りができないわけですね。できない、残念。あれね、でもね分かった、俺売り子のお姉さんは可愛い子やっぱ人気あるんだけど、平日はあまりいない、休日に多いわ。ちょっと若干問題発言。いやいや、ギリギリ行ったよ。ギリギリ行ったけど。なるほど、うん。だから多分うん、平日は結局サラリーマン帰りだからね、まあ、みんな、うん、まあ、そこまで気にはしてないのかもしれないけど、はいはいはい、休日はさみんなやっぱりちょっと、まあ、タレントに会いに行くぐらいの人もいるんでしょうね、うん、いるし、はいはい、学生も、あ、そっかそっか、そう働きやすいから、なるほど、百戦錬磨じゃなくて、うん、まあ、平日は多分そういう百戦錬磨の子たちが、そうそうだ、ね、フリーターというかそれを主にしてる人たちでしょ。そうですね、うん、多分売り上げはそんなね変わらないんでしょうけどね、変わらない、うん、埋まり具合というか、それはねちょっといずれさんと話してたのなるほど、ちょっとキョロキョロしてね、うん、なんか後日だみたいなまとめになっちゃったけどあれでもその今席見れるんですか、その周りが空いてるとか。席見れる、映画館みたいな、あれ映画、うん、見れる。あ、今そうなんですね。うん、でも結局それってネット情報だけで、はは、多分当日、いや神宮球場だと神宮球場の券売機があって、はい、そこで買えるんだよね。だからそれでどん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 機械的にどんどん埋まっていくんだと思うんだ、はいはいはい、そこは多分選べないんでしょうね。選べない、うん、買ったら自動的に出ちゃうんでしょうね。でも俺らの席がさ、ある会社の団体さんのやつでさ、あ、団体さんのところに俺らポツンといるんだよいいっすね、でも会社帰りに団体でね、うん、野球見て帰るって、いや、いいなと思った。それで生ビールも半額ですさ、うん、みんなでなんかお得意様とかと来てた感じだったけど、
それもまた一つのね、あの営業的なさ、うんうんうん、醍醐味なんじゃねえかなと。そうですね、うん、まあ、好き同士だったら全然接待になりますね。なるなるなる。野球行ってねえな、行きたいな。まあだから今年はその野球ぐらいかな、うん、エンターテイメント、まあ、エンターテイメントはあれですね。まああれか、収録日バレちゃいますけど B リーグバスケの、うん、が開幕するっていう、うんうん、あれちょっと行きたかったんですよ、うん、開幕戦、うん、でも開幕戦だけやっぱり即売り切れちゃって。あ、そうなの。はい、あ、祝日なんですよ、うん、あの開幕戦がで同じカードなんですけど2試合目が平日の、うん、まあ谷間の金曜日で、うん、そこはまだ あったんですけど、うん、ちょっと6時半からとかだったかな。だからちょっと行けないかもなって、うん、そこはやめといたんですけど、だからすごいなと思ったのがこの、BJ リーグと NBL がまあ合併して、うん、そのトップ同士がまあ開幕戦やる、うん、でその手法もそうですけど、うん、やっぱり川淵さんがそうなんだよね、あれうまいことやってるなっていう、うん、僕ですらやっぱり開幕戦あ行きたいなって思ったぐらいですし、うん、あんな前のその BJ と NBL なんかいつ始まってんだかいつ終わってんだか知らない状況だったのに、うん、こんだけやっぱメディアもみんなニュースも朝からやってたりしますし、うん、あの BJ リーグ俺川淵さんやっぱすごいなと思ったよ、うん、B リーグですね。あ B リーグか、はい、今、まあ、そうです。いやだからあれさ、あのおっちゃんさ本当にさ経営者というかマネジメントとしてはかなりの腕だよね、うん、そうですね。 J リーグは当初なんかみんなやっぱ反対した時に、うんうん、その今できないものは10年先もできないんだって言ってやったと、うん、はいはいはい。で今回さ海外の方からもうそうやって日本は2つにねトップリーグを分かれてるようだったら制裁するよって制裁があって、うん、で川淵さんに白羽の矢が立って、うん、でもう恫喝してたでしょ。なんか俺もか新聞の記事かなんかで見たけど、そう君たちは本当に将来のこと考えてるのかみたいな、うん、企業論だけで行くんじゃないみたいなこと言って、うん、そうですね、一部から三部までさ、そうそうそう、序列作ってさ最初スタートでいい、いきなりですよね。そう、俺の結局40か50チームぐらい集まったんですよ。そうだよね、はい、最終的にどちらでもね二部でも三部でもいいっていうんでね、うん、集まったでしょ。そうですそうです、すごい。ただ俺のね近く あの B リーグのチーム、つくばにゃ、つくばロボットだったかな、はい、そこがつくばじゃできないから水戸に行っちゃったのが残念だけど水戸って言ったら東京とか近いからね俺だって、うん、あれそっちの方だから田臥入ってますよね。どこ、茨城、田臥は栃木じゃない、栃木か、うん、あ田臥やっぱ一回見ておきたいなっていう気はしますね、うん、あれ五十嵐じゃなかったかな入ってんの、つくばは五十嵐、ああ五十嵐亮太はあるんだ、ヤクルトだ、五十嵐なんだか、はいはいはい、そうあれ確か専修大学じゃなかったかな俺の、うん、いや結構ね、だからあとはまあ外人がどういう人が来てるかちょっと分かんないけど、まあでも一回見てみたいですよねやっぱね、一流のバスケっていうのを、うん、屋内のスポーツでただで観客に入る上限っていうかさ、やっぱり限りが屋外よりあるでしょ、うん、そうですね、どうやってそれでさ、うん、採算を、ね、うん、NBA とかどうやってんだろうね。だから多分チケット代が高いんじゃないですか。半端ないの、はい、半端ないんだろうね。最前列だとそれこそ1万円、うん、2万円とかで、うん、で5、6千円になって立ち見が3000円とか、うん、あれだ、だから最近のプロレスと一緒だよね。そうですそうですそうです。すっごい金取るじゃね。はい。最前列やばいですもん。持ってる一列目ですね。うん。でもやっぱあそこで見るのがやっぱりいいので、うん、バスケなんかもやっぱり選手飛び込んでくるじゃないですか。うん。だそういう迫力を味わうためだったら金払うっていう人をターゲットに売り分けるんじゃないですか。うん、ちょっとそういう感じなんだろうね。おそらく、まあ最初はまだないかもしれないですけど、野球もまあ最近すごいチケット細分化されてるもんね。あ、みたいですね。うん、なんかね、あのエキサイトシートもそうだけど、はいはい、もうねアルファベットで言えば A 席から、はい、ね20席ぐらいの区画がねあったりしたよ。一番いいとこってどこなんですか？一番高いとこって。あのもうホームベース後ろですか？あ、うん、あそうそう、そこもそうだけど、あとはホーム側の、はい、あー、うん、ホーム側のベンチ上ぐらいね。そうか、やっぱまあ選手に近い
ところですよね。そう、そこがいい席だったね、うん、ただ外やっぱ外野っていうかあれだね、あのホームの席の方が高くて、うんうんうん、でビジターの方が安いんだけど、ビジターの中でも、うん、なんか東京ドームとかはね、またなんか細分化されてんだよ。そこはホームチームを応援できるみたいな。ああ、なるほど、うん。ギリギリ侵食してくる場所、ね。そう。いやでもまあそうやって金取っとかないと、結局上限が決まっちゃいますからね。うん、バスケだとあれどんぐらいですか。代々木でやって5,000-6,000人とかですかね。1万は入んないですもんね。いや1万は入んないでしょ。うん、だって。小さく見てもしょうがねえもんな。そうですね、うん、ふい、まあ、ふい、うん、まあでも選手の数も少ないですからね、バスケだと、うん、5対5で控えがどんぐらいですかね、まあ、その倍いたとしても15対15で30人の選手、うん、だからまあ何万人って集めなくても成り立つんですかね、うん、ちょっとまだ何にも情報調べてないです。全然何にも情報はないから分かんないけど、試合数もどれぐらいあるか、そうです、ワンシーズン何試合やるのかも分かんないですけど、うん、まあでもやっぱり楽しいとは思いますよ。そうなんだ。でも卓球とか海外ではね、うんうん、まあテニスは屋外っちゃ屋外だけど、まあ席数もそんなに多くないと思うんだけど、うんうん、それでもやっぱプロとして結構お金もらってること考えれば、うん、まあ成り立つような商業経済なんだろうね。そうですね。だ次プロ、だけ、うん、まあ野球ができて、サッカーできて、うん、まあバスケができて、うん、次なるとしたら何ですかね。あれだよね、 V リーグの話になってるでしょ。あ、バレーボール、うん、バレーボール今あれですもんね、企業のチームの、そうそうそう、だからあのラグビーと同じだよね。ああ、そうか、ラグビーもそうですね、うん、だあれもラグビーもプロ契約の人はいるけど、企業のサラリーマンの接人もいるみたいな感じだから、うん、あでその企業の中の、まあ、部活みたいな形でやってる中で、うん、その海外のプロチームに引き抜かれていくような感じですか。ラグビーだと、ラグビーはそうだね、ああ、うん、バレーも多分そうなんでしょうね、うん、だそれが国内でプロができれば、うん、まあ、見れる。でもあれ企業のやつも見れるんですよね。別に企業のやつも見れるよ、うん、それがプロになっちゃうとあれか、チケット代が高くなるのかな。チケット代が高くなんだろうね。ただ どうなんだろうね。ラグビーって俺やっぱ好きだしやつだけどさ、はい、やっぱいろいろブームって言うけど、ラグビーっていう言葉でピンときてるだけだって、みんな見には行くのっていう。まあそうですね、五郎丸効果でちょっと伸びたらしいですけどね。うん、でやるんであればあれですよね、7人制の方がいいですよね。まあそうだね、素人でももうパッパッパッパ動くし、うん、あのね、7人制っていうのはもう全然違うスポーツだからね、ラグビー。スクラムがもう、はいはいはい、あ、そうか、そうだから、あれフォワードとバックスで、はい、前もね一撃で話したけど、ラグビーって成り立ってるけど、みんなバックスみたいなスポーツだから、7人制になった途端に、あ、そうなんですか。そう、守り合う、もうだから走れるのは前提、はい、ああそうか、そうだから、その パワー的にパワーディフェンスとかじゃないから、はいはいはい、走れてパスワークがうまいが7人揃えるのが前提だから、サッカーに近くなっちゃうんですね。そうだから違うんだよね、スポーツが。なるほどなるほど。そうか、でも素人から見ると多分その方がスピーディーですもんね。うん、時間も短いしね。そうですね、リオオリンピックに採用されたのも時間が短いからだから、うんうんうん、あれ1試合どれぐらいですか、あのフルの15人でしたっけ、うん、フルのだと1試合40分、あ、じゃあそんな別に15分ぐらいじゃなかった、7人制って確か。あ、そんな短いんですか。そんな短いんだよ。あ、それでもプロにはできませんね。できないできない。そうか、チケットで1000円とかになっちゃうな。うん、40分40分でも短いか。だからなんかあれだよね、あの午前中にやって午後とかに試合やってなかった、女子ラグビーとか。そうか、そうか。ポンポンやっちゃうんですね。そう、逆にほらあのテニスだと長いじゃないですか、うん、めちゃくちゃ、うんうん、3時間4時間、まあ、野球と同じっちゃ同じですけど、うん、結局1人対1人でやってるのを 3,4 時間見るって相当好きじゃないと、うん、なかなか。でヨーロッパだと格のあるスポーツだからこそ皆さんね見に行ったりしますけど、うんうん、日本でなかなか難しいでしょうね。でやるなら卓球は難しいから。卓球もさ、でもさ、あれ
どの回転とかさ素人分かんないしさ、ね、なんで変なとこ打っちゃってんのってさ、はいはい、レシーブ思うけどさ、あれだからサーブが読めなかったっていうさ、うん、そのサーブの凄さっていうところまでさ目がいかないから、そうですね不思議だな。でもその辺がなくて、うん、将棋とかはあるじゃないですかプロ、うんうん、あれ不思議ですよね。将棋ってどっから金が出てるんですかね。将棋はね、だからあれなんか文科省かなんかのあれなんだよね。あ、将棋連盟かなんかがお金出してるんですかね、うん、確かね、そんな感じだったと思うよ。将棋と囲碁って結局昔からのあれで、あ、ただタイトル戦は新聞社。ああなるほど、うん、竜王が確かね読売新聞で、はい、棋聖とかがなんとか新聞とか、 なんかそういう メディアが一応持ってんだよね。なるほど。で名人だけが本当に違うんだよ、プロ同士の最高峰の戦いっていう。なるほど、うん、公認のものなんて、うん、でも竜王戦の方が賞金は高いみたいななるほど、うん、そうか。なんかプロリーグの話に飛んじゃいましたけど、でも将棋なんていうものはさ今後どうなっちゃうのかって思うぐらい AI がさ、羽生、うん、さんが AI と今度戦うかもしれないみたいなやってたけど、はい、そうなったらさ、なんか1年で何万曲っていうさ、人間がだからや何百年ってかかって、はい、いろんな棋譜をね、はいはい、勉強して、いろんなことをやってたのが、はい、もう1年で全部さ、過去のデータ蓄積されちゃって、ね、そうですよね、うん、勝ちようがないですよね。だからAI 特集 NHK の見てたんだけど、はい、将棋じゃなくてそれ囲碁だったけど、囲碁の世界チャンピオンが AI と戦った時に、あ、なんか韓国の、そうね、変なところに打ったと思ったのが、それが最終的にはさ効いてきて負けちゃったっていうさなるほど、うん、光の子で言う悪手がさ今となったらすごくいい手になったっていうのが、はいはいはい、あ、こういうなんか、あ、最初笑ってたんだみんな、やっぱり、AI なんかやっぱりロボットだからダメなんだよなとか言ったのに、だん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 そこがさ効いてきたっていう、あれ邪魔だぞあれみたいな、そう怖え。結局 AI の中で何百手までこうシミュレーションして、うん、あ、今ここだなってなったわけですもんね。なったの。そんな無理だよな。でもなんか第4局だか第5局かなんかの時に、うんうん、もうその最初3戦ぐらいは勝ったんだけど、はい、で世界王者がちょっと打ったやつについていけなくて、もうずっと変なところで打ち続けちゃって負けたっていうねあ、壊れちゃったんですね、うん。まあ、でもそうでもない限り勝てないんですよね。勝てないね、まともに計算されちゃったら、うん、恐ろしいな。でもそういう時代が来ちゃうんですよ。もう AI は本当にだって今 LINE で AI いるもんね。 LINE で AI、 うん、 あのなんかリンナとかいうさ、ありますね、うん、自動で返信してくれるやつ。そう、はいはいはい。だから今後だからひょっとしたら AI っていうのが、うん、もう5年後ぐらい先には確実に入ってくるよね、うん、そうでしょうね。ホテルのなんか受付がなんか今度 AI ロボットにするっていうのを、うわ、そうか、うん、だから結構多分希望を言えばそれに対する返答をちゃんと返せるみたいな、そうあるんでしょうね、うん、俺豚肉食えねえからっつったらじゃあこうしますっつって、うん、自動的にキッチンになんか行ってとか、うん、まあ、だって楽天とかさそういうのも怖いもんね。自分が見たものをさ先回りしてさ、はい、あれ怖いですよ、うん、広告が追っかけてくるんですよ。そう恐ろしい。アマゾンの、ね、最新技術開発聞いたんだけど、はい、もう次この人これ頼むだろうなみたいなものをいや、メール来ますよ今。あ、本当？はい、来ます来ます。だからドローンでこの人今度これ頼むだろうなっていうのをあらかじめ飛ばしてるんだってで、はい、でやっぱり来たと思った時にさって置けるぐらいのタイムラグぐらいのものを本気で考えてんだってアマゾンって。怖え。あ、ここ1ヶ月に1回お茶頼むから、うん、30日経ったらドローン飛ばすみたいな。そう怖え。いや、そういう時代来ちゃいますよ。
ビッグデータ、AI、自動運転、うん、あそうそうそう、もうそれと付き合っていく時代だよ。そうですね、うん、下手すらドラえもんの世界超えちゃいますよね、うん、いや本当自動運転はね、10年後になったら欲しいね。だ寝てたらつくかもしれないんだよ。そうですね、だうん、僕なんか運転自体が好きなんで、うん、あんまり興味はないんですけど、うん、その渋滞の時にやっぱり楽になりますよね、うん、楽になるし、俺はもう移動時間も仕事っていうかいろいろ仕上げ物したいわけだよ。はい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 、そうか。でもそうすると今度はハイヤーさんがなくなっちゃいますよね、うん、あのきめ細かいのがいいって言いながらもやっぱり機械任せでできるんであれば、うん、人件費っていうところがありますからね。だからそれで人件費が今度労働力が浮けば、必ずしも少子化が負のエネルギーじゃなくて、はいはいはい、少ない人口で多くの富を得ることができていくわけ。そうですね、それで日本人得意ですね。そう、知恵絞り、はい、じゃあそんなとこで、はい、いいですね、雑談だけだと。ありがとうございました。ありがとうございました。